本堂内部聖宝寺は長崎県佐世保市八幡田町にある総東州の仏教寺院。三号は東洋山。寺門は平戸藩松浦市より大領の三つ星門。本尊は釈迦如来、珍珠道に秋葉大御年。1203年の創建で会期は木一光臨と伝わる。創建当初は臨済州の寺院であった。 その後一時期無重の寺となり荒廃した時期があったが、1457年に地頭、赤崎氏が菩提寺として現在地に移し、天音王を、大鳥清を招き再興した。その際現在の総統州に改められている。平戸半島地下では寺寮十五国を認められていたが、明治時代初期の廃物希釈により一時荒廃した。 海軍佐世保鎮守府が置かれ、佐世保の人口が急増すると、自運も回復し、炭鉱主藤原氏の莫大な寄進により、道府の整備も進んだ。この頃、佐世保川の反乱により満徳町にあった方向山満徳寺が流出し、再建が困難であることから、満徳寺を合併し、方向山西法寺と三号を変える。1944年頃より、西方寺は、 日本陸軍により接収され本土及び遺廃所に兵隊が溢れていた。西方寺下に撃墜した米軍の爆撃機 B-29 が国威発揚のため見せ物として置いてあったという話もある。1945年6月28日から29日の夜半にかけての佐世保大空襲で本を以下すべて消失した。過去庁については 防空壕の中に保管していたため戦火を免れたが、昭和20年度の過去町のみ消失する。この空襲で、佐世保市役所も全焼したため、一時政法寺が過去町から証明書等を出したこともある。地下には、市役所から政法寺を通り佐世保北高運動場の校門前まで抜ける第一家号が存在する。朝鮮戦争開戦当時、日本海に、 国籍不明機が飛来すると戦後でありながらも、防空警報が発令され、防空壕の入り口に地域住民が集合していた。地下壕の大部分はすでに崩落、または整地されているが、一部当時の姿のまま、現存する。戦後の1965年に本堂が再建され、3号を元の東洋山に戻し、その後順次道の再建がなされている。ありがとうございます。